おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はサバフライのお弁当です。今日は今週最後でした。お弁当作りほっとした。サバはね、食べやすい大きさに切ります。食べやすいというか、まあ、詰めやすいというか両方だね。そしてうちのね、旦那はね、骨ごとガリ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 食べるんだけど、一応食べやすいようにこの中のね、太い中骨は取りました。最初ね、主人と付き合った時にね、魚を食べる時骨ごとガリガリ食べるのを見てね、まあライオンかなんか見たいと思いましたよ。でこれね、冷凍インゲンです。インゲンを豚肉でくるくるくるっと巻いていきます。まあ私にしては珍しくね、朝からね、朝っぱらからねサバをしたけど、まあ今週最後だし、まあいっかーって、決まりましたね。で、きっとね、魚だけじゃ物足りないから、こうしてインゲンも包んで巻いて、はい、入れました。そしてこれ小麦粉をね、シャッシャッシャーってかけてまぶします。もうコロコロしてまぶします。で小麦粉とお水でバッター液を作って、衣漬けです。衣漬け大嫌いなのによう朝からしたねと思うけど、まあ4枚だしね。もうね、何が嫌いって衣をつける作業が一番好かんです。でね、今日は午後からお天気が崩れる らしく、朝からすっごい蒸し暑い。私の体感温度が高いというのもあるけどね、ドスコイだから、まあ暑いです。今日は蒸し暑いでね、またいつものようにだし巻きから巻いていきます。ほんでね、今日は言いますまいと思ったんだけどやっぱこのね、フライ返しが使いやすくて、もう今までさ、この年だから今まで何十本って使ってきたけどね、一番使いやすい。これが何回言うのって、もうね、それぐらいすごい気に入ってますがよ。で今度は、あ、なんかな、あ、インゲンの豚巻きさんを焼いていきます。その前に奥のコンロで油を温めてます。なんかうおーんって言ってる。で豚じゃない、インゲンの豚巻きをこうね、コロンコロン転がしながら焼いて、
全体がもう焼けたらね、あれ簡単に焼肉のタレで今日は味付けします。で油が跳ねるからひゃってもう蓋をかぶしました。であとはもう絡めて出来上がりです。で場所を入れ替えて、サバを揚げていきます。ジュワーって言わなかったけど、油の温度が上がりきってなかった。で蓋をして3分揚げます。もしかし暑い、蒸し暑い、鹿児島弁で言う妙なにふさがす、妙なにふさがめちゃくちゃ暑い、蒸し暑いです。でサバ上がりましたね。で詰めていきます。もうねこんだけ熱くなってきたので今日からねレタスやめました。そしてあのバラン、これねこのバランは業務用で1000枚入りをアマゾンで購入しました。もう今日からバランを使います。もうねやっぱ熱くなってくるとレタスはねちょっと痴漢です。もうでね、この前ね、笹形のバランと大葉のバランを買いました。でね、こうご飯とご飯におかずがひっつかないように、ん？どっち？おかずにご飯粒がひっつかないように、一応ね、アルミホイルでね、こんなして見えないぐらいに仕切りをしました。で、サバフライから詰めていきます。なるべく立体的になるように立てかける感じ。そして色が被らないように出汁巻き卵を詰めます。肉巻きは斜めに切ります。でね断面が見えるようにこんな感じで詰めたらこう見た目的にまあ少しはいいかなって思います。でね、今日はこうやっておかずが3品なんですよ。なんか彩りがねちょっと寂しいから、まあ、とりあえずトマトをちょこんと乗っけて、いやこれでも彩りが寂しいなと思って、この前買ってた和風のピックに手伝ってもらいます。でねピックはねこうなんていうのかな、斜めに刺すとこう立体感が出ていいかなと思います。そして最後にゆかりふりかけをペペペペペーっとかけて、梅干しをちょこんと乗っけて出来上がりです。今日はねこんな感じのお弁当でした。1週間お弁当作りお疲れ様です。
はい、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではでは、良い一日を。